バイキングジョーです。はい、っていうことで今回はね、仮面ライダーセイバーからついに登場しました。デラックスワンダーライドブックシリーズ、デラックスビーターファンタジスタワンダーライドブックを紹介していきたいと思います。はい、っていうことで改めまして今回はこちら、仮面ライダーセイバーから登場しました。デラックスワンダーライドブックシリーズ、デラックスビーターファンタジスタワンダーライドブックを紹介していきたいと思います。じゃあね、早速箱の方から見ていきましょう。もうね、気になりまくりだよね。こちら、仮面ライダーセイバードラゴンピーターに変身っていうことで、今回のこのピーターファンタジスタワンダーライドブックで、ドラゴンピーターに変身できるっていうことなんだよね。箱のね、上部にも書いてあるんだけど、ワンダーライドブックを集めてパワーアップっていうことだから、今回もまたコレクション性の高いものになっていきそうなんだけど、すごいね、3つもセットできるんだ。へぇー。早くね、ベルトにセットしてみたいところだけど、まだ発売してないからね。ちょっと今回は単品での遊びの紹介にはなってしまうんだけど、セイバーはね、文豪にして剣豪っていうことで、まあ商品名にもね、ワンダーライドブックってなっているんだけど、これはね、本の形をしてるんだよね。デザインの方がピーターファンタジスタ。これはピーターパンでいいよね。うん。ピーターパンのデザインにピーターパンの本になっていて、あ、ここにもね、書いてあるけど、ボタンを押すとタイトル名がなる。本のタイトル名がなるみたいだね。で、ページを開くとストーリー音が鳴ったりって、まあいろいろ書いてあるんだけど、そこら辺はね、遊びながら確認していくとして、こっちの面、これはなんて書いてあるんだろうね。なんかね、一部情報によると横に向けたりするとローマ字読みでなんか読めたりするらしいんだよね。わかんないな。うん、ちょっと後で解読できるように頑張ります。で、裏面の方も遊び方だね。ベルトにセットした時の遊び方。ベルトがね、発売してればもうこのままセットして遊びたかったけど、まあそこら辺はまた別の動画でっていうことで、よし、じゃあ箱の方から取り出していきましょう。はい、っていうことで出ましたピーターファンタジスタライドブック。あ、触ってみた感じ、見た目もね、やっぱ本みたいな感じなんだね。で、ピーターパンがいて、この女の子はなんだろうね。で、あ、これは注目すべきフック船長かな。うん、なんか重要なポジションにいるような気もしなくもないけど、裏面の方はこんな形になっていて、サイズ感の方はね、なんとなく、なんかプログライズキーっぽいような、うん、そうだね、大きさ的にはプログライズキーより若干かな、小さめな感じはするけど、プログライズキーに慣れている現状からでも違和感なく遊べちゃいそうな感じがするよね。ってことで、ピーターファンタジスタ。遊び方の方はね、今回ベルトにセットできないということで単品遊びになるんだけど、説明書の方を見てみると、遊び方1、ボタンを押します、タイトル名が鳴ります。遊び方2、表紙ページを開き止まる位置まで押し込みます。ページが戻るときにストーリー音が鳴りますっていうことで、単品遊びとしては2種類の音声を聞くことができるのかな。うん、よし、じゃあね、早速音声の方を確認していきましょう。ボタンの方はここにある真ん中の部分だね。で、ここを押してみると、あれ、タイトル名が鳴るはずなんだけど、なんかベルトにセットした時の音だよね、これは。おかしいな。でもね、なんとなく長押しすると、うん、なんかベルトにセットした時のセット音が2種類確認できるね。短いガシャンと長押しをすると、少し長めのガシャンっていう音が聞くことができて、なんでだろうね、タイトル名が鳴るはずなんだけど、何回か押さないと元に戻んないのかな。うん、もしかしてこれはプログライズキーと同じであれば待機状態なのかな。うん、なんだろうね、不具合じゃなきゃいいけど。で、遊び方2だね。表紙ページを開いて、止まるとこまで、止まる位置まで押し込むと、こんな感じにストーリー音を聞くことができます。おお、ストーリー音って言うけど、これはあれだね、ピーターパンのお話の概要的なね、ストーリーの説明、導入部分が音声で紹介されている感じだね。
そしてね、本の中身の方はこんな感じになっていて、イラストと、やっぱなんかフック船長がキーワード、なんかキーポイントになっているような感じはするけど、あとはね、いろいろ文字は書いてあるけど、現状ではちょっと解読不能です。解読できた方、コメント欄で教えてください。他はね、全体をぐるっと見てみると、多分ね、どこかに隠しボタン的なものがあるはずなんだよね。ここか。押してみよう。あ、ちょっとね、このジョーの手じゃ押せないな。何か道具は。細いものは。お、あったあった。ちょっとね、ここからはネタバレ的な要素も含みますので、ちょっとまだ知りたくないよっていう方は、スキップボタンを押してください。これはページ開閉時の音声と同じだね。何か変わった音声とかないのかな。こっちはどうかな。お、うわ、開いた。へえ、すげえすげえ。っていうか音声はなんないのかな。ならないね。開くだけか。え、どこか押しながらとかそんな感じなのかな。ベルトにセットした状態を想定して、お、こっちか。お、さっき聞けなかったタイトル名だ。こっちでも聞くことができるっていうことなのかな。なんかやっぱりベルトにセットしなきゃってところではあるね。うん。でね、こっちの方のイラストデザインに関しては、本の中身の方はこれもね、不思議な文字がいろいろ書いてあるし、絵の方はね、この腕はピーターパンっていうよりね、この感じはフック船長だよね。だってこの、まあ、腕の部分はね、定かではないけど、このね、鍵爪っていうかフック、うん、この部分はどう考えてもフック船長だし、あ、そういえばパッケージデザイン、ドラゴンピーターもこんな感じだったよな。うわ、早く見たい。セイバー、いや、見たいけどね。ゼロワンが終わったら、終わっちゃったで、ロスが始まると思うんだけど。ねえ、なんかこの時期が一番心境的には複雑だよね。あ、なんとなくこの1ページ目と2ページ目、なんでこうなったのか、理由が分かったけど、あえて触れない方がいいかな、ここら辺は。うん。で、あ、そうだね、ここ。この部分にもね、不思議な文字が書いてあって、きっとこれはね、本の内容だとは思うんだよね。横にすると読めるっていう情報はあるけど、どうだろう。読めますか、皆さん。ローマ字読みができるっていうね、情報はあるけど、文字がね、ちょっと崩してあるっていうか、独特な感じで書いてあるから、難しいなー。部分的にね、読めそうな感じはあるけど、J-O-E-U-N? いや、それを、ん、ジョー、うん。この本は、あ、読めそう。これ見慣れてくれば読めるかも。ちょっとここまでしっかり読んじゃったら完全にね、この先のセイバー本編、テレビ本編のね、ストーリーが面白くなくなっちゃっても嫌なのでやめておきますが、読めそうだね。うん。っていうことでね、ざっくりではありますが、今回は仮面ライダーセイバーから登場しましたワンダーライドブックシリーズデラックスビーターファンタジスタワンダーライドブックの紹介でした。今後ね、このワンダーライドブックシリーズ、続々と登場すると思うし、やっぱりこういうアイテムはベルトありきっていうところもあるんでね、ベルトの方もゲットして、仮面ライダーセイバー、今年もね、1年間動画の方で紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。もちろん仮面ライダーの他にもね、バイキンのジョーのチャンネルでは、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画もたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。ピーターファンタジスタ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。